了。父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った？お金？偉くなりたい？それとも人を切りたいだけ？いや、どれでもない。せやったら、なんで？俺が新選組に入ったのは、ある人を探すためなんだ。人探し？ああ、俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは人探しなんかのために新選組に入って、大勢の罪もない人を斬るっていうの？確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長という、それなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらいはな。新選組が人を殺さないように？それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人は減るかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。おかみも心配してた。危ないわ。大きいのに。謝りますか。いらっしゃいませ。
そこ止まれおい、こんちくしょう。今日はついてない。Ah!
んて野郎だ。畜生。なあ、あんた。クソ。やめろよ。